今回は西畑大吾くんとフェルメールさんの真珠の耳飾りの少女を混ぜます。いいですか？はい。背景は黒く塗って。そうそう。服はバナナ色だね。そうそう。お肌はすべすべに描いて。そうそう。ほんでできたよ。やったやった。